歳ぐらいまで生きるので、10歳はまだまだ若手の方。まさかやくん、性格は非常におとなしくて、ちょっぴり怖がり。非常に可愛らしい顔してるんですが、運転中は安全運転で前見ながら運転してくれてるので、なかなか顔が見れないですね。最後到着したら、一緒に横に並んで写真撮ることできるので、その時顔を見てあげてください。はい、すごい。前がですね、ちょっとのんびりやったな、トミ君っていう男の子がまだあそこにいるので、すごいね、すごい、すごいね、お尻なんだけど、めっちゃお尻なんだけど、筋トレかほら。では皆さんがいらっしゃったこの竹富島ですが、島の周囲が9キロちょっと、今いる場所は集落です。ここ集落の周囲が3キロちょっとと、非常にちっちゃな島です。人口も338人しかいないんです。で、集落は3つに分かれてます。この前の道挟んで左側が西集落、右側が東集落、後ろが中筋集落。島の言葉でインノタ集落、アイノタ集落、ナージ集落というふうに呼ばれます。でその3つある集落のうち、右手の東、このアイノタ集落をマサカイ君ぐるーっと案内してくれます。でこのブーゲンビリア、基本的には一年中咲くんですが、台風にすぐやられてしまうので、夏の時期はこうやってまとまった状態では見れないんですね。台風来なくなる11月以降から数が増えていくので、今みたいなオフシーズンだからこそ非常に見応えのある状態で、ほら、この綺麗な色味がついてる部分、これが葉っぱなんですね。真ん中に咲いてる白くてちっちゃいのがこのブルーゲンビリアの花。普通に緑の葉っぱもありますが、この白いお花の周りだけ色が変わるようになっている不思議な葉っぱ。